はい、ガジマルです。待ちに待った3月になりました。3月はご存知のように総決算で iPhone や Pixel もかなり安く買うことができます。去年なんかは iPhone12 が一括10円で投げ売りしていて、朝から iPhone を購入するのに並んでいるという状態でした。それに iPhone13 ミニまで一括9800円と激安で、去年は本当にバグっていました。それで今年の3月の1週目はどうなのかと、某家電量販店に行ってきました。はい、キャンペーンはこんな感じです。2月とほとんど変わっていなくて、マジで白目になりました。ドコモは iPhone の2年レンタルさえなくなっていました。こんなんだったら3月を待たずに年始のセールで買っていたらよかったと思って、呆然と立ち尽くしていたら、一括ありますよ、一括ありますよと神の声が聞こえました。 Pixel 6a が一括9800円のところ、店員さんと話したら一括1円になります。 SE 第3世代の 64GB は一括14800円ですが、こちらも割引があって一括9800円で購入することができます。裏メニュー的な存在です。ポップだけ見て安くないのかと落胆して帰らずに、店員さんにちょっと一言安くないのか聞くのがベストだと思います。それから au でピクセルを購入したら、ピクセルバッツがめちゃくちゃ安く購入できます。今説明したのが au です。ソフトバンクの場合はピクセル 6a が一括4800円となっています。au よりかは高いですが、一括5000円以下なので激安と思います。それからドコモの場合は iPhone のポップもなくなっているので絶望的かと思いましたが、ドコモに SIM 単体で乗り換えると SIM フリーの iPhone を3万円引きで購入することができます。あまり割引にならない iPhone 14 や iPhone 13 を購入すると安く購入することができます。それにドコモは即アハモへ乗り換えできるので、ランニングコストも抑えることができます。去年みたいに一括10円まではいかないけど、まだまだ iPhone は安く購入できるので、ちょっとでも購入の参考になればと思います。それから今日は楽天モバイルの楽天市場店での iPhone のセールがあります。 iPhone 13シリーズが 20% オフ、それに iPhone 12が 30% オフとなっています。もうこれは早押しになると思うので、皆さん頑張って勝ち取ってください。初めて購入する方はセールの始まる前に注意事項のチェックボックスをよく読んでください。セールが始まって購入時に注意事項を読みながらチェックを入れていると売り切れてしまいます。はい、ということで今回は3月1週目週末の iPhone Pixel の一括情報でした。いかがだったでしょうか。3月は大人の事情でポップには書けない裏メニューになっています。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。